それでは第50回関谷記念こちゃん王の予想を始めたいと思います。まあこのレース、まあ、荒れるかなとは思ったんですけども、まあ、過去の傾向では5番人気以内でだいたい決まってくる堅いレースですね。前走成績ではマイルの重賞からの巻き返しもあるんですけれども、基本は金走高走馬が、調子がいいですね。まあただ中京記念高走組っていうのは鬼門になるので、まあ結構求められる条件が変わるっていうところですね。まあパワースタミナ型から、新潟の高速決着ですね、まあ適性が変わるので、まあ中京記念で高走できるタイプっていうのはここでは危険だというところになります。血統面では凱旋門賞血統と、まあロベルト、ストームキャット、アグネスタキオンみたいな、まあ高速決着にまあ、その中から対応できるタイプですね、まあ、そういったタイプが、まあ、長いいい背足を、まあ、持久力あって高速決着で勝負できるというところになります。逆数面では逃げから追い込みまでまんべんなく馬券に絡むので、買い目を絞ることは難しいかなと思いますね、枠順面でも内外関係ない感じなんですけれども、まあどちらかといえば内有利かなというぐらいで、まあ、そんなに気にする必要はないかなという感じですね。まあ、本命の方はですね、11番のエクストラエンド、こちらにしたいと思います。まあこの馬、ずっと重賞を使っていてちょっと一歩足りないよというところがずっと続いてるんですけれども、まあ着差自体は前走の安田記念はコンマ7で、まあ、ちょっと離れてるんですけれども、基本的にはちょい負けなんですよね。まあパッとしないところはあるんですけれども、まあ力はまあまあありますね。まあ後ろから行くタイプっていうところが、ちょっと、まあ、結果的にはあと一歩タイムが足りずに差し切れないみたいな、まあそういった競馬ですね。まあ今回はミルコ・デムロ騎手に乗り換わっての勝負というところになりますので、まあ期待していきたいですね。まあ、血統的にも父はディープインパクトで、まあ、早い上がり当然問題ないです。あと母方はかなり欧州血統のまあずぶさみたいなのが見受けられるかなと思うんですけどもね。まあここ金走でもずっとメンバー中3位以内の足使うことはかなり高いので、まあここでも期待したいというところになります。まあそうですね、まあそんな感じですね。まあ、対抗の方は12番のレッドアリオンにします。まあこの馬もまあ前走はまあ中京記念まあまあ頑張ったってとこはあるんですけれども、まあアグネスタキオン3区も構想するときは構想するというあたりと、まあダンシングブレイブもかなり、まあ凱旋門賞血統になってきますね。まあ、そこら辺の、まあ、パワー、スタミナある中で、早い上がりも、まあ、使えるときは使えますしね。そういったところで、まあ、今回、構想するんじゃないかなというところですね。まあ、前に行っても、そのまま、早いタイムでまとめきることできますので、やはり、まあ、スピードも、スタミナもあるよというところですね。まあ、こういったタイプ狙うというところです。すいません。他を抑えていくのが5番のカフェブリリアントですね。まあこの馬も血統自体はかなり重いんですけれどもね、父ブライアンスタイムに、母父がカリアン、まあなんですけれども、上がりタイム自体はかなりメンバー中毎回最速に近いようなまあパターンで来ること多いですし、新潟自体もかなり高走率高いですね。まあ芝とかだと本当に、まあ金5走もまあずっと馬券内来てますしね。まあこういった得意な馬ってのはやはり引き続き狙っていきたいというところになります。まあ他、まあ1番のサトノギャラントですね。まあこの馬もまあいい足使えるっていうところは、あるんですが、まあ前年も3着に好走していると、まああまりこのレース自体がリピーターレースではないので、そんなにこれがプラスになるかっていうとまあそうでもないんですけども、新潟自体まあ得意にしてますしね。まあ得意な馬はそのまま狙っていきたいですね。まあなかなか早上がりが求められる特殊な競馬場でもありますしね。
まあ、血統的にもまあシンボリックリセスで、まあ、ロベルト3区と、まあ、ロベルト系というところと、まあ、ハーチサンデーでかなりスピードも補強してるかなという感じですね。まあ、あと血統的にも、まあ、持久力ありそうだなっていうところをまあ持ってますのでね。まあ、そんなに嫌う理由はないというところですかね。まあ、ちょっと今回は狙うというか、まあ、絞るのが難しいレースですので、結局気づけばまた人気通りに近いような決着になるのかなとは思いますね。まあ、今一番人気のマジェスティーハーツはちょっと時計がかかる場面での勝負になるかなと思うので、まあ今回はまあ割引必要かなとは思いますね。まあ予想の方は以上とします。ご視聴ありがとうございました。